スティウムパーロスは、ギリシア神話の人物。スティウムパーロス、長望院を省略して、スティウムパーロス、スティウンパーロスとも表記される。スティウムパーロスが創建したとされる古代都市スティウムパーロス、の遺跡と会長が生息したとされる湖。スティウムパーロスは、ギリシア神話の人物である。アルカディアをエラトスとキニラースの娘ラーオディケイの子で、アイピュートス、ペレウス、キュレーン、イスキュスト兄弟。 アガメデース、ゴルテュス、アゲラオス、パルテノペーの父。パルテノペーは、ヘイラクレースとの間に、エウエーレースを生んだ。スティウムパーロスは、アルカディアの同盟の都市、スティウムパーロスを建設し、王となって支配した。後に、スティウムパーロスはペロプスに攻撃された時、町を守り抜いた。しかし、ペロプスは、友好の席に、スティウムパーロスを招いて暴殺し、 スティウムパーロスを切り裂いて大地にばらまいた。この忌まわしい行為により、ギリシアに飢饉が起こったが、経験のアイアコスが祈りを捧げたために救われた。一説によれば、ヘーラクレースが退治した、スティウムパーロスこの会長は、スティウムパーロスが、オルニストの間に設けた娘たちで、彼女たちはヘーラクレースを拒んで森を根を歓迎した、ため、ヘーラクレースに殺されたという。ありがとうございます。